今回の企画ですね、発案させていただいたんですけれども、一緒にメンバーでしている方々がいます。私から、辻堂で、太陽のような笑顔をお持ちの川上純子さんをご紹介したいと思います。純ちゃん、代わってください。川上です、はい。今日第1回目ご参加ありがとうございます、私も一緒に楽しませていただきます。よろしくお願いします。では、私が一番この人ほど動く人を知らないというような、根上貴子さんお願いします。はい、こんにちは。習い事協会ブリエ、なるみみつぼアロマの女神です。今回スタートできるのがとても楽しみにしてます。ぜひ皆さんも第1回目ですね、楽しんでください。よろしくお願いします。そして次はいつもキラキラの写真を撮ってくれて、もう写真家って言ったらもうふみかちゃん、ふみかちゃんお願いします。フォトグラファーの高橋ふみかです。よろしくお願いします。今日はみんなでエクササイズしてストレス発散しましょう。でじゃあご紹介させていただきます。ちょっとプロでもあり先生でもあり、格闘技、空手、キックボクシング、ボクシング、いろんなことができちゃう伊沢奈美人先生です。こちらです。よろしくお願いします。コツコツ実績を積み上げてきた努力は誰にも負けません。夢を諦めない姿は子どもたちの素敵なお手本にもなりますよね。獲得タイトルは英雄伝説世界57キロ級王者です。じゃあ先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、伊沢奈美人です。よろしくお願いします。今日はキックボクシングの、基礎、初めてやる人が楽しめるようなキックボクシングの、教室をやりたいと思います。ぜひ一緒にやってください。お願いします。はい、じゃあ、はい、やりましょうか。じゃあ、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最初ストレッチをしましょう、一緒に。じゃあですね、最初は屈伸運動からしましょう。最初屈伸で1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8。で次膝を回しましょう。膝を回して1、2、3、4、5、6、7、8。反対で2、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあ次こちら足からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。反対2、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあ次肩を伸ばしましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。反対2、2、3、4、5、6、7、8。で次上で1、2、3、4、5、6、7、8。反対2、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ次アキレス腱伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。反対で2、2、3、4、5、6、7、8。 OK です。シャドウを一緒にしていきましょう。じゃあですね、構えます、こうやって。で、利き手じゃない方の手を前にしましょう。利き手じゃない方の手を前で、利き手は後ろですね。こういう感じで、まあ、構えてください、こういう感じで。で、最初じゃあですね、ジャブを打ちましょう。ジャブ、前の手で打つ。で、戻す。足も大事です、足も。足も一緒に、1、2、こういう感じで、1、2、って感じで、ジャブを打っていきましょう。じゃあ、10回いきましょう、10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ次、2回打ちましょう。今のジャブを2回。1、2。足は2回ステップです。1、2。1、2。
これを10回やりましょう。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK です。じゃあ次、右のストレートを打ちましょう。後ろの手で打ちましょう。後ろの手で、後ろの手でストレート。で、大事なのは肘をしっかり伸ばすのが大事ですね。肘をこうやって曲げて、しっかり伸ばさないんじゃなくて、しっかり伸ばす、最後まで伸ばすのが大事です。遠くに、遠くまで手を伸ばしましょう。ストレート行きましょう。10回いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK です。じゃあ次、ワンツー打ちましょう。左、さっきのジャブですね。さっきやったジャブ打って後ろのストレート打つ、ジャブ、ストレート、これはワンツーですね。ワンツーって打ちましょう。これも10回いきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK です。じゃあですね、次フック打ちましょう。フック、横から回してフック、こういう感じで回します。こういう感じで、さっきのはまっすぐだったんですけど、次は横からこういう感じで回します。フック、こういう感じで水平にですね、肘を水平にして横にグッと回します。これ10回いきましょう。いきます。1、前の手でいきましょう。前の手で。2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK です。じゃあ次、反対の手で打ちましょう。反対の手でフックですね。後ろの手です。後ろの手、大きくて回すのが大事です。ちっちゃくやらない、大きくやりましょう。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 じゃあ次、フックフックいきましょう。さっきのワンツーみたいな感じで、前の手、後ろの手、前の手、後ろの手、フックフックでいきましょう。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK です。じゃあ次、アッパー打ちましょう。アッパー、最初にやったのがまっすぐですね。まっすぐ受け、横からやってフックやったんで、次下から上に、下から上にアッパー打ちましょう。こっちも見やすい。アッパー、こういう感じで打ちましょう。いきます。前の手でいきます。いきます。1 2 下から上に3 4 5 6 7 8 9 10。 OK です。じゃあ次、反対の手、反対の手でアッパー打ちましょう。アッパー、いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 はい、じゃあ次、アッパーアッパーしましょう。さっきのと一緒で、前の手から、前の手、後ろの手で
アッパー、アッパー打ちましょう。いきます。1、2、アッパー、アッパー、3、4、5、6、7、8、9、10、OK です。で、ちょっと休憩しましょう。2分ぐらい休憩しましょう。水分補給で、しっかり水飲みましょう。じゃあ次は蹴り技いきます。蹴り、蹴り。で、簡単な蹴り技いくんで、一緒にやっていってください。じゃあやりましょう。さっきと同じように構えて、あの、手を後ろの手で、手じゃない方が前の手で構える。じゃあ最初、膝蹴りやりましょう。膝蹴り。膝蹴りは、じゃあスイッチ。足を入れ替える。足を前の足と後ろの足を入れ替える。入れ替えて、膝蹴り。よし、前の足で。入れ替えて、膝蹴り。こういう感じです。入れ替えて、膝蹴り。これがスイッチっていうやつですね。スイッチして、膝を。スイッチして、膝。これ10回いきましょう。いきます。1。膝、2、スイッチして膝、3、4、5、6、7、ちゃんとスイッチしましょう。8、はい、9、10、はい、OK です。じゃあちょっと今スイッチ難しかったんで、次後ろの足でスイッチしないです。そのままいい限り。後ろの足で蹴ります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。じゃあ次、ミドルキックしましょう。さっきと同じで、前足を後ろ足と、入れ替える。スイッチして。さっきと同じスイッチですね。で、蹴りましょう。膝蹴りじゃなくて蹴る。スイッチして、キック。そうです。スイッチして、キック。そうですね、しっかり構えましょうか。構えた方がかっこいいんで。構えて、スイッチして、キック。スイッチして、キック。10回いきましょう。いきます。1、2、スイッチ、キック。3、スイッチ、キック。はい、4、スイッチ、キック。はい、5、スイッチ、キック。6、スイッチ、キック。7、スイッチ、キック。8、スイッチ、キック。9、スイッチ、キック。ジェはい、じゃあ反対の足でやりましょう。次反対の足でいきます。そのまま蹴ります。こっちはスイッチしないでそのまま蹴るいきます。1、2、3、4、5、あんまり高くしなくていいです。腰ぐらい高くないです。6、7、8、9、10、 OK です。ちょっと蹴り技ちょっと疲れたと思うんで、ちょっと水分補給までしましょう。30秒ぐらい、あ、1分ぐらい休憩しましょうか。じゃあ次、一緒に3分間一緒にシャドウしていきましょう。で、真似してやってください。できると思うんで、今やったやつしかやらないんで。じゃあ構えてください。じゃあ構えて、じゃあ最初ジャブで、ジャブジャブ、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 じゃあ次ワンツー、ワンツー、ワンツー、遠くまで、ワンツー、遠くまで打ちましょう。ワンツー、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 
ワン、ツー。じゃあ次、ジャブ2回で、ジャブ2回。ジャブ、ジャブ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 。じゃあ次、後ろ出して膝蹴り。膝、はい、膝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 、はい、またワンツーで、ワンツー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 、じゃあ次、ストレートを打ってフックしましょう。ストレートフック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 。じゃあちょっと難しいんですけど、スイッチしてミドルキック。スイッチミドルです。スイッチミドル。しっかりスイッチしましょう。足入れ替え、スイッチミドル。はい、スイッチミドル。スイッチミドル。スイッチミドル。はい、スイッチミドル。スイッチミドル。じゃあ、スイッチ膝で、スイッチ膝。はい、スイッチ膝。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 あと30秒です。じゃあ次、ワン、ツー、ワン、ツー。4回行きましょう。4発。4発行きましょう。4発ね。いきます。1、ワン、ツー、ワン、ツー。とりあえず、ワン、ツー、ワン、ツー。はい。ワン、ツー、ワン、ツー。ワン、ツー、ワン、ツー。しっかり手伸ばして、ワン、ツー、ワン、ツー。肘伸ばしましょう。ワン、ツー、ワン、ツー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 。ワンツー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  OK です。ちょっと休憩しましょう、うん、はいはい、やりましょう。同じような感じでいきましょう。いきます。じゃあ最初ジャブで、ジャブ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 。次ストレート、後ろの手でストレート、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 ストレートアッパーで次、ストレートアッパー打ちましょう。ストレートアッパー、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 ストレートアッパー。じゃあ次、スイッチして膝蹴りで、スイッチ膝、はい、スイッチ膝。スイッチ膝。はい、じゃあ次、右のアッパーしましょう。後ろの手でアッパーですね。アッパー、下から上に、アッパー、アッパー、大きくやりましょう。アッパー、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 アッパー。じゃあ次、後ろの手から前の手、アッパー、アッパーとしましょう。アッパー、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 アッパー。アッパー、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 アッパー。次、ワン、ツー行きましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。ワン、ツー、おい、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、ラスト1分です。ワン、ツー、ワン、ツー。じゃあ次、後ろの足でミドルキックやりましょう。キック。そうですね、ミドルキック。ミドル。これスイッチしなくていいんで、そのままミドル。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 ミドル、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 
ミドル。じゃあ次、ストレートアッパー打ちましょう。ストレートアッパー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 。じゃあ最後、ワンツーワンツーずっと打ちましょう。手伸ばして、肘伸ばしましょう、肘。伸ばして伸ばして。あとちょっとです。あと5秒。肘伸ばしてもっと、もっと肘伸ばしましょう。OK です。ちょっと休憩で。皆さんどうですか？できてますか？じゃあスクワットやりましょう。次ちょっと補強しましょう。筋トレちょっとだけ筋トレしましょう。じゃあこう手後ろで組んでもらって、でスクワットをしましょう。ハーフでいいです。ハーフ、あの下まで下げなくていいんで、もう椅子座るぐらいでいいんで、しっかり膝を曲げましょう。いきます。これ20回いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっと休憩しましょう。足来てますか？もう1セットいきましょう。これ2セットいきましょう。あと1回いきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 またちょっと休憩で。あ、ごめんなさい。結構疲れますね。疲れます。じゃあですね、最後足をこう平行に立ってもらって、平行ですね、平行、平行に立ってもらって、手を構えてこうやって、で手を伸ばしながら、足をこう動かしながらパンチを打つ、ね、ちっちゃく手を踏みながらパンチを打つ、遠くまで。でこれも肘をしっかり伸ばしましょう。こうずるしてこうやってやらないように、しっかり肘を伸ばす。これを30秒いきましょう。いきます。質問いいですか？はい。リズムは一緒？リズムは一緒です。一緒？はい、わかりました。はい、すいません。あれ、もうどんどん足を速くしていって、手を速くしていくって感じです。足を止めちゃったら手動かなくなるんで、足をもう速く、早く動かして手をいっぱい動かす。いきましょう、いきます。はじめ。肘伸ばして、あと20秒、肘伸ばして、あと10�秒、肘伸ばしてどんどん行きましょう。スピード上げてきて、はい、 OK、 ちょっと休憩。次ラストにしましょう。
次ラストで、はい、最後頑張りましょう一緒に、はい、いきましょう、いきます、よーい、30秒スタート、手伸ばしましょう、はい、早く早く肘しっかり伸ばして早くです、早くもっと早く肘伸ばして早く早く肘を伸ばしましょう、肘を早く、頑張って辛いの一緒です、辛いの一緒あ、OK です、ちょっと過ぎました、間違って7秒ぐらいです37秒になっちゃうんです、はい、じゃあこれで、これで終わります、でしっかりあの A 呼吸してもらって、まあ軽くストレッチとか家でしてもらって、ほぐしてください、体を、はい、いきなりやめるとちょっとあれなんで、はい、はい、ありがとうございます、じゃあ先生からちょっとあの仕事内容というかお話をね、はい、していただいて、また前でここに映るので、ね、はい、ありがとうございました僕は今、K-1 選手をしてます、辻堂で空手の先生をしてるんですけど、今日ポスター持ってきたんです、こんな感じで空手道場を自分でやってます、なんでもしよかったら空手一緒にやりましょう、辻堂で、辻堂駅の南側でやってるんで、もし興味がある方はぜひお願いします、ありがとうございました。じゃあ、女神さんお願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。第1回目いかがでしたでしょうか。今日の感想なんですけれども、SNS に、感想を載せていただいた方は、ナナ、リボン、フォト、ラビータ、ナルで使える、クーポンをプレゼントしております。価格などは各サロンによって違ってきますので、お問い合わせの方お願いします。必ず、アットマーク、インスタだったらアットマーク、フェイスブックだったりとかしたら、何でしたっけ、忘れちゃったあの大人のためのオンライン講座っていうのを、記載していただいて、アップの方をお願いいたします。でご予約時に SNS に掲載した URL や、写メの方を残していただいて、そちらの方をご提示いただければ、割引で、各サロンで使えますので、皆様お待ちしてます。ともこさんお願いします。はい、皆さん今日はありがとうございました。どうでしたでしょうか。結構汗かいたんじゃないかなと思います。私全然できなくって盆踊りみたいでしたけどで次回はですね、来週なんですけれども、4月15日水曜日に藤沢の市議会議員杉原英子先生に、コロナウイルスについての、藤沢市からのお話、ちょっと詳しいお話皆さん聞きたいと思うので、ぜひ、聞いてください。11時からになりますのでよろしくお願いいたします。その後も続いていきますので、また Facebook とホームページで告知をしていきますので、ぜひ皆さんご興味あるものを聞いてみてください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。すみません、ごめんなさい、前後しました。先生に何かご質問ある方いらっしゃいますか。ぜひあのミュートを外してお聞きになりたいことがあれば。大丈夫そうですか。大丈夫ですかね。はい、じゃあいいですか。はい、はい、これってどれぐらい運動したらどれぐらい食べていいですか。いや多分消費カロリーはあんまりないと思うので、今のだけだと、多分今のだけだとおにぎり1個食べれるか食べれないかぐらいじゃないですか。でもやっぱ継続してやっていって筋肉がこうついていくことによって基礎代謝が上がってくるんで、まあ、どちらかというとこの運動で痩せるっていうよりかは、この運動で痩せやすい体を作っていくっていう感じですね。はい、もうちょっと食べられるように頑張って運動します。あと皆さん、ね、先生ないですか。
はい。先生に振っちゃった。はい。なんかもう一つ喋っておきたいことありますか？はい。あ、はいはい。お家でやれる運動で、なんか手軽にできるのってありますか？家でできるのって言ったらもうストレッチしかないですね。ストレッチはやっぱ絶対大事だと思います。うん、体の、はい、やっぱ怪我を防止するとか、まあ、何でもそうですけど、血流も良くなりますし、それで血流でやっぱり体温が上がって、代謝が良くなったりで痩せたりするんで、まあ、自宅でできる運動って言ったらもうストレッチぐらいしかないですね。ストレッチだけやったらでも結構違うと思います。ありがとうございます。手を挙げられている方がいらっしゃいますということでした。どなたかもう一度手を挙げていただけますか？ご質問ある方。すみません。あ、ごめんなさい。そう、足立先生、ミュート解除しました。ね、なんか途中で何回かお水飲んでたじゃん。お水何回か飲んでたじゃない？はい。そんなに細かく飲んだ方がいいんですか？そうですね、水はやっぱ10分に1回ぐらいはやっぱちょっとでも口を湿らす程度に飲んでいた方がいいですね。で、お水飲むだけでもカロリー消費ってすごくはしないですけど、水飲むだけでカロリーって消費するんで、あの水を消化するのに、内臓を使ってカロリーを使うことになるんで、水を飲むだけでもダイエット効果は確実にあると思います。わかりました。ともこさん戻します。はい、そしたらですね、ごめんなさい、この中にですね、来週話していただける杉原英子さんいらっしゃるので、英子さん一言だけお願いします。英子さん、はい、皆さん初めましての方もいらっしゃると思います。杉原英子、藤沢のお杉と呼んでください。皆さんいろいろ今ね、こうやってズームで、活動とかされてますが、ご不便なこといっぱいあると思います。あといろいろ質問聞いてみたいとかあったら、ぜひ、コロナに関すること何でもいいです。ちょっとお杉に聞いてみたいなってことがあったら、ぜひいろいろお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ本日はここで終了になります。皆さんありがとうございました。良い午後を過ごしください。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。